IA プレップスクール平岡は英語専門の学習塾である。旧称は平岡塾。現在でも通称は平岡。設立者、前塾長は平岡義江。東大受験生専用の英語塾として1965年に創立。校舎は東京都渋谷区桜ヶ丘現代表は大町新広。授業が長時間である特徴があり。 絨毯の床に直接座って授業を受ける。通じればいい英語ではなく折り目正しい英語を教えることをモットーとしている。また、習うより慣れるを超え、慣れるまで習え、というスタンスを私とっている。ドンキホーテの子供向け英訳版を中学から読み始める。高校生向けにはエッセイライティングの授業も行っている。オックスフォード大学出版会観光の問題集を用いて 授業を行うクラスもある。デカルトの方法除雪の英訳やラッセルの社会、文化論、ジョージ・オーエルやサマセット・モーム等の現象を読み、大量の英文に触れる宿題を大量に課している。それに加え、オックスフォード大学出版会観光物などの英米の文法書で学ぶなどの方法をとっている。入塾試験はない。毎年1月に開校される。 高三特訓クラスについては、クラス分け試験がある。ありがとうございます。